富山県総合運動公園は、富山県富山市にある、富山県立の都市公園である。施設は、富山県が所有し、公益財団法人富山県民福祉公園が、指定管理者として、運営管理を行っている。2000年に行われた第55回、国民体育大会のメイン会場となった、陸上競技場を中核施設として整備が進められ、 1991年3月に着工し、1993年10月の陸上競技場の完成により開場。翌年の1994年7月には陸上競技場をメイン会場として、全国高等学校総合体育大会が開催された。その後、陸上競技場以外の公園設備の整備を進め、2000年6月に全体が共用されたことで、 現在の形態となる運動施設を中心とした総面積は約46ヘクタールの都市公園となった。補助競技場日本陸上競技連盟第3試公人の陸上競技場であり、東京技場の設置により陸上競技場が第1試公人となっている。軟式野球2面、ソフトボール4面が可能なグラウンド。多客イベントの際には駐車場として利用できるよう、 芝部分は補強されている。雨天時や降雪時でも、各種競技の練習に利用できる屋根付きグラウンド。屋根部の素材に、テフロン膜を使用し、最高性が確保されている。カタール富山の室内練習に使用されるほか、県警察年頭支援式などの陶器に、屋外で行えない用事にも利用されている。全周2100メートルのランニングコースで、舗装は、 弾力性のある素材で施工されている。ありがとうございます。